おお、馬長殿、馬隊殿、よくぞ来てくれた。漢中に金馬長あり、その有名は我らも。저금마초라는게진짜그쇠금자인줄알았는데알고보니까뭐비단금자인가뭐다르다고하더군요ここへ呼んだ訳を聞かせてもらいたい。그런것치고는진상궁무상에서나오는모습이너무금빛가야마조도노私たちと共に龍将と戦ってはいただけませんか。それって俺たちに長老殿を裏切れってことですか。마대서령태수마등의일족으로마초의사촌동생이다마등이조조에게죽자마초와함께조조와싸웠다그러나선전에도불구하고패배한중의장로에게의탁마초와함께헛되이시간을보내고만있었다그러던중형주의유비가마초마대를초청한다마대는의문스럽게여기면서도유비에게향했다원래대로라면여기서이제장비하고한판붙어야할텐데그부분이다뤄지는경우가거의없었죠기껏해봤자한5편정도마초도노이마노아나타노오카레타조교오요크오칸가에쿠다사이고손프가소소니코로사레테이라이あなたはずっと彼を憎み倒そうと狙っていたですが道館で敗れた後漢中に身を寄せてからは長老に良い扱いをされていないこのまま復讐の気を得ずにくすぶっていても良いのですかじゃあ、俺たちが劉備殿と共に行けば、早々に復讐できる機会があると。我らは官室の権勢を借り、騒乱を広げる曹操を陣を持って討とうとしています。劉備殿が破色の地を欲するのは、その礎となる国を得るため。いかがでしょう。協力していただけませんか。ジン、それが劉備殿の志なんですね。ああ、私は民の苦しみを除き、皆が安心して暮らせるよう作りたい。どうかそのために、お前たちの力を貸してはくれないだろうか。承知した。曹操を討つだけでなく世に平安をもたらすとはまさに正義の仁君劉備殿の義心我が当主にて支えましょう若がやるって言うなら俺もやりますよこれからお世話になりますおおありがたいその熱き魂と武勇頼みにしているぞ国取ったわしも久々に血わき肉を踊ったい九州におった頃はろくに戦わせてもらえんかったからの本当にすごいよね俺たちも来たばかりだけどあんなに任せてもらえるなんて思わなかったよ長老のところにいた時はよそ者として信用されなかっただが劉備殿はどこから来たものだろうと志を共にすれば必ず信じてくれる俺が求めていた主はまさに劉備殿のような方だよかったね若いい君主に巡り会えて我劉備支える敵すべて倒す
お主たちだけじゃ危なっかしくて見ておれん。優美殿の志を叶えるのはわしじゃ。よっ子供は後ろからついてくるがよいわ。俺も新参とはいえ遅れは取れぬ。我が槍で優美殿の志を天下に示さん。よし、これからもみんなで力を合わせて劉備殿のために頑張ろう。ついにこの時が来たか。そうそう、一族の恨み今こそ晴らしてくれる。若、気持ちはわかるけど俺たちの任務は漢中の防衛。勝手に曹操に突っ込んだらダメだよ。何を言う馬隊。俺は必ず曹操を討つと誓ったのだ。我が正義の槍にて奴の首を取る。そうせくでない。大将を討つだけが戦ではないわ。敵は漢中を知り尽くしておる。下手に突っ込めば花公園の二の舞じゃぞ。それに義軍には元の仲間宝徳殿もいるみたいだよ。若の考えなんて手に取るように分かっちゃうよ、きっと。それはこちらとて同じこと。漢中も宝徳殿の考えも俺は知り尽くしている。俺は誰にも止められぬ。待っていろ曹操。ああ言っちゃったよ。分かってば曹操のことになると頭に血が上っちゃうんだから。それは花公園を撃たれた敵も同じかもしれんな。馬隊、あの若造を見守ってやれ。敵に企みあらばまずいことになろう。了解。ここで若に何かあったら俺も困るしね。よし、漢中防衛張り切っちゃうよ。先ほど観光殿たちが戻ってまいりました。関羽殿、関平殿、周宗殿が討ち死に、慶州は義と呉の手に落ちたとのことです。関羽死んだ。尊権劉備裏切った。関羽殿、その武勇は俺を上回ると言われた御仁。そんな優勝が卑劣な裏切りによって命を落とすとは許し難い。それで劉備殿は何とおっしゃっているんです。皆に繁盛で散った将兵のため喪に服すようにと。劉備、なぜだ。我敵討つ。尊権殺せ。劉備殿ならば当然仇討ちのために慶州に兵を出すと思ったが。劉備殿は今悲しみの渦中におられます。そういったお話はすぐには出ないかと。本当は今すぐにでも軍を起こしたいはずだよ。でも劉備殿は陣を掲げてる。私的な恨みやつらみで動いたら今までの信頼が台無しだ。ですが目に見えて無理をなさっています。いつかその感情が爆発しなければよいのですが。父上、兄上、張飛殿、そして劉備様までいなくなっちゃうなんて。私たちが初陣を迎えてから悲しいことばかり。国を起こした三人が立て続けにいなくなってしまった。これは諸君にとって大きな痛手だ。くよくよ考えたってしょうがねえさ。
俺たちはやるべきことをやる、それだけだ。長保、そのやるべきこととは何だろう。それはその、お前たち何を暗い顔をしている。劉備殿が亡くなられた今、我らは一丸となって。今の職には君たちの力が必要なんだ。もっと明るく前を向いていこうよ。みんなで劉禅様を支えて新しい天下を目指そう。そうですね、俺たちは劉禅様を支えて親父たちが見られなかった天下を見るんだ。ああ、父上たちもそれを望んでいると思う。よし、我らの力で劉禅殿の天下を勝ち取るのだ。南中は無事に平定、次はいよいよ魏に攻め込む番だね。魏との戦いか。あの時はちょっとしんみりしないでよね。その人たちだってあんたがみんなのためにも前向きに戦った方が。我劉備の、劉備殿のその魂と、私は父上と兄上の志を、私も精一杯戦います。ま、みんなそれぞれ思いはあるよね。だけど目標は一つだ。さあ、力を合わせて魏を倒そう。兵たちはみんな、ああ、熱い闘志。バチュー、病で死ん仲間、またみんな暗い顔しないでよ。若の分まで俺たちが燃えればいいじゃない。きっと若もそれを望んでるって。戦いましょう、馬長殿の分まで。以上が北伐を前にこの諸葛孔明が申し述べたいことの全てです。趙雲殿、すまない。諸葛亮殿の言葉に過ぎ去った日々を思い起こしたのだ。そうか、私たちが物心つくよりも前から趙雲殿や父上たちは戦ってきたんだな。すごいよね、流浪して戦って、その果てにこの職を打ち立てたんだから。劉備、我劉備の夢叶えたい。皆の気持ちは嬉しく思う。私も父上の夢は叶えたい。しかし戦う以外に道はないのだろうか。でも敵がいるならやっつけるしかなくない。この長い乱世、俺たちで終わらせよう。いざ葬儀を打たん。葬儀を打たん。皆の心よくわかった。そなたたちの武運を祈っている。劉備殿、行ってまいります。마들은 오장원 전투에서도 활약. 적군을 승리로 이끌며 사마이를 물러나게 만들었다.
마대의 헌신적 활약은 어느새 젊은 장수의 모범이 되었다. 그 또한 연장자로서 모두를 잘 이끌었다. 마대는 고뇌하는 젊은이를 위해 오늘도 대지를 달린다. 이거 마대도 별로 내키지 않은 것 같은데 목숨 걸고 나온 것 같아 진짜로. 어떤 면에서 보면 성체가 참 대단한 것 같아. 我们现在就走了，援军还没到吗？再见了！之后需要帮助时。